クリスタ・シュトゥブニックは旧東ドイツの陸上競技選手。1956年メルボルンオリンピックの銀メダリストである。シュトゥブニックは1953年に200メートルで23秒9のドイツ新記録を達成。翌1954年にはポーランドのスタニスラワ・ワラシェビッチが19年間に渡って持っていた女子200メートルのヨーロッパ記録を破る。 1955年には100メートルで11秒6のドイツ新記録を達成。さらに1956年6月には11秒5を出しヨーロッパ新記録を達成した。同年9月には200メートルでも23秒5とヨーロッパ記録を更新している。シュトブニックは同年12月に開催されたメルボルンオリンピックに出場。100メートル走では金メダルを獲得した。 ベティカスバートと銅メダルのマリーン・マシューズの地元、オーストラリア勢の間で銀メダルを獲得。200メートルでも同じく金メダルのカスバート、銅メダルのマシューズと共に銀メダルを獲得した。彼女は400メートルリレーにもエントリーし、予選ではオーストラリアと共に44秒9の世界新記録を達成し決勝に進出するも、 決勝では47.2秒で6位に終わっている。シュトブニックは1958年ヨーロッパ選手権では100メートルで11秒8の3位、200メートルでは25秒7で5位という結果に終わっている。彼女はその後も競技を続け、1971年に引退した。ありがとうございます。